ノースリーブの白のドレスノースリーブとは、袖がない衣服の総称であり、英語ではスリーブレスと呼ばれる。女性用の礼服として、ノースリーブのドレスが用いられることが多く、夕方以降に行われる様式のパーティーなどで女性が着用するイブニングドレスやローブデコルテなどがノースリーブであり、ドレスと合わせ中上まである長い手袋を着用する。一方、昼のパーティーでは、 洋式といえども肩の露出は歓迎されない。時間による受け取られ方の違いは、ノースリーブの持つ性的アピールにある。なお、結婚式では、ノースリーブのドレスは比例にはならない。21世紀初頭には市場に出回っている、ウェディングドレスの約75%が、ノースリーブとストラップレスとなっている。また、男性については時間に関わりなく、ノースリーブは清掃とはみなされない。 上半身を覆うシャツや下着に存在する方で、もともと袖のあるデザインのものから、袖だけを取り去ったものが、一般的に、ノースリーブと呼ばれる。袖は、英語でスリーブなので、表記はスリーブが、より発音に近い。気温の上がる夏に好まれ、カジュアルな装いとして人気がある。また、革のジャンパーなど生地の厚いものもノースリーブにして、夏に着用する場合もある。ただし、 夏用の衣類は丈を短くすることで涼しく着用できるようにデザインされているものがほとんどであり、ジャケットなどのアウターウェアの下に重ね着できるような秋、冬用の衣類は丈が長いことが多い。女性向けの衣類のデザインに用いられることが多く、男性向きの衣類としてデザインされることはあまりない。露出した方のラインを上品に演出し、気品と 清素さをアピールできる特徴がある。普通は袖がないものだが分割された状態の袖が付属しているものも存在する。その場合の着用者は肩を露出した状態となり、それを着用している女性もいる。なお、この場合の袖はオプション扱いである。かつてはトップスがノースリーブの場合、ボトムスをジーンズなどでまとめるパンツスタイルで着こなすのが主流であった。また、 上半身がノースリーブブックによって露出度が増したのに反比例して足の露出度は減らす傾向があったが最近の渋谷系ファッションでは上半身、下半身とも露出を大きくする装いも増えている。陸上競技をはじめとするスポーツ競技において着用されることが多い。スポーツ競技で多用される理由は体温を逃がすことにある。また、 腕を大きく動かす際に袖が邪魔にならないという利点もある。室内で行われる体操競技などにおいては、前者の理由、冬に行われることの多いマラソンなどでの着用は、主に後者の理由によるものであると思われる。一方、女子バレーボールやフィギュアスケートあるいは女性ピアニストやバイオリニストなどにおいては、口述する別の理由から着用していると考えられる。 スポーツ以外の日常的な服装としては、以前は日本では7.8月に限定される真夏の服装であった。しかし、1990年代後半からは3月から11月までの春から秋の長期間にわたって着用されている。ただし、ファッション性を重視する若い女性は、数年で着用することも多い。一方、男性が同様の理由で、 ノースリーブを着用することは稀である。また、着用した場合は、好意的に受け止められることは少ない。この点は、ノースリーブが、他の服とは大きく異なる点である。ノースリーブ、ウェブリオは生英語辞書。ウェブリオ、2013年6月16日へ閲覧。コトバンク、ノースリーブとは夜の結婚式を呼ばれゲスト向け。ドレスコード おすすめの服装結婚式でノースリーブの服装はマナー違反なの結婚式にノースリーブは失礼袖なしドレスワンピースのマナー。アズストラップレスウェディングスグーンズドミネートマーケットワンブライドジャスト説能。2012年7月21日閲覧。セイエススエディファレントドレス。2012年5月17日閲覧。ありがとうございます。